はい、皆さんこんにちは、橋口です。今回は、仮面ライダードライブサプライズザフューチャー、サプライズフューチャー、そして手裏剣戦隊ニンニンジャ、恐竜殿様あっぱれ忍法帳見てきました。いやー、この映画面白かったですよ、本当に。パンフレットも買ってきました。DVD 付きもあったんですけども、1500円以上したんで、こっちの通常版買ってきました。まあ、これを見ながらね、ざざっと紹介していきたいと思います。なんといっても僕の楽しみしてたのは、このライダーです。仮面ライダーゴースト。ね、すごいですよ、これ。やっぱり目の形してるんですよね。でもよく見ると、目の中にこの顔の形が入ってるんですよね。リアルな目してるかと思ったら違うんですよ。よく見ると違うんですよね。こいつの顔が入ってるんですよ。目の中に顔が入ってるんですよ。そういうことですね。で、で、この映画本編の話すると、やっぱり、初代ドライブピットっていうのも出てきたりして、まあいろいろ、あ、ちょっとここからはネタバレになりますんで、あんまりネタバレが好きじゃない人はもうここで再生止めてください。そしてですね、まあ泊エイジっていうのが出てきて、いろいろかき乱してくれます。場をかき乱してくれたりしますし、そしてなんといってもこのドライブの超デッドヒートドライブっていうのが出てくるんですね。この超デッドヒートドライブが誕生するにはベルトを壊すんですよね。一回ベルトさんを破壊してしたことによって、マッハドライバー炎をチェイサーからもらって、それで変身します。すごい、このかっこいいでしょ。半分なんかサイボーグみたいな形になってるんですよね。そこがまたいいんですよね。うん。でチェイサーとマッハの仲がすごい良くなってます。すごく共に戦おうって感じがして、すごい、あんだけ仲悪かったのによくあそこまで よくなったなみたいな感じがして、安心して見れましたね。あと悪いドライブが出てきて、ダークドライブタイプネクスト、こういうのも出てきたりするんで、こいつがね、表紙にもありますけども、こいつはトマリエイジと合体したりもして悪いライダーです。強いんですよね。うん。まあ、で、このゴーストなんですけど、ゴースト、これが見たくて僕、この映画見に行ったようなもんなんですけど、こいつの活躍はすごい一瞬だったんですけど、なんか、このね、ニュートン魂だけに変身しちゃうんですよね。ホームチェンジがこれだけでした。こいつからこいつに変身しましたね。で、なんか幽霊みたいなすごい戦い方して、すごい敵を翻弄します。すごかったです。で、なんか頼もしい存在だなと思いましたね。お化けっていう感じがしました、本当に。うん、すごい面白かったです。で、あとはまあ、ニンニンジャーはやっぱりお祭り的な感じですよね、本当に。なんか夏休みの宿題ちゃんとやろうよねみたいなメッセージ性も込められてるって感じですね。そんな感じで、やっぱり今回、あと今回は映画の特典がついてきて、映画の入場者プレゼントとしてこれがついてきます。弟子入り認定証のカードですね。で、あとは、ガンバライジングカード。
がついてきました。あとはマッハドラ、仮面ライダーマッハのね、シジマ号の免許証がついてきました。というわけで、今回の動画はここまでです。ぜひこの映画見に行ってください。皆さん楽しいのでぜひ見に行ってください。面白いです。というわけでグッバイ、ありがとう。